分かった気になれ。1980年横山大観、菱田俊荘、小堀友と彼らの作品に感動した当時13歳の少年がいます。その少年は安田幸彦です。14歳になると歴史考証に忠実な歴史画を描き、しかも作風を保守とする画家小堀友とに弟子入りをします。弟子入りをして2年後、16歳で院展に初入選を果たし、10代の天才画家の登場となります。彼は単なる歴史画ではなく、ペロノサ、岡倉天心に受け継がれた西洋の遠近法を取り入れたり、歴史的に無名の位の高い人物を描くことで史実にある以上に惜別の心情を描いています。